はい、皆さんこんにちは。 AI の編集長の竹です。今日はですね、不在配送問題に関連した AI をご紹介します。本日紹介する記事がですね、こちらでございます。ほい。不在配送が9割減、 AI による不在配送問題解消に5社が同意というニュースをご紹介します。でこれですね、この記事だけだとよくわからないので、以前にですね取材をした記事がございますので、こちらも途中でご紹介しながらご説明をしていければと思っております。はい、では読んでいきたいと思います。日本データサイエンス研究所という、まあ、本郷という、まあ、東京にある会社、データサイエンスの会社ですねと、佐川急便、そして東京大学の大学学院の小室川研究室と田中健二研究室がですね、 AI と電力データを用いた不在配送問題の解消に関して共同研究を進めています。そして今回横須賀市と、あとグリッドデータバンクラボという団体、組合ですねが参画して、この5社共同でこの問題に取り組むことになったというものです。でこれどういうものかというと、私たちの家には電力メーターっていうのがありますよね。今実はあれの電子化が進んでいるんですね。例えば東京電力管内では2020年度中にですね、全ての家にスマートメーターが導入されるんです。まあ、このスマートメーター何かというと、今までだと検針をする担当の人がそれぞれの家を回ってどれぐらいの電気を使ったのかなというのを見て回っていたんですけど、それが自動的にもう電力会社に送られるという仕組みです。でなんと2024年には日本全国で設置されるという予定になっています。でこのスマートメーターのデータを使った取り組みとして、この不在配送をなくそうという取り組みが発生しています。でこの不在配送って、今は新型コロナウイルスの拡大で多くの方が Amazon などの EC を使って物を買ったりしていると思うんですけど、まあ、宅配料っていうのは毎年毎年増えているんですよね。ただ一方で家に運ぼうと思っても、家に人がいないとそれはもうただ単に機械損失となってしまって、時間の無駄になってしまいますよね。今この不在配送の問題はですね、まあ、CO2 排出量の増加とか、あとドライバー不足を深刻化させるみたいな問題になっているということです。でもっと驚くべきなのは、これは年間9万人の労働力に相当し、年間 1.8 億時間が不在配送に費やされていると。もうこれはもう大問題ですよね。でこれからもっともっとみんながインターネット上で物を買うようになるということが予想されているので、やっぱりこの不在配送というのはなくしていきたいということで、新しいシステムが開発されました。これは何をやっているのかというと、このスマートメーターから得られる電力データをもとに、 AI が宅配便の配送ルートを示すシステムを開発したんですね。これ実際に図を見ていただいた方が分かりやすいので、図を見ていただこうと思います。こちらを見ていただければと思うんですが、左の図にあるものの中で赤い線がありますよね。これが不在配送だったルートです。で青い部分が配送に成功した部分です。でこれ東京大学の中で実際に実験がされたものなんですけれども、右と左比較してみると、右はですね、不在配送が一つもありませんよね。これ何をやっているのかというと、電力メーターを見ることで、その人が家にいるかどうかを判定することができると。で、それに基づいて宅配便のドライバーの方が移動することで、不在配送を減らすことができると。で、これを言うと、誰が家にいるとか、プライバシーの心配があるよねっていうご意見ある方もいると思います。ただですね、これなんと、配達者には配送ルートのみを表示して、不在先がどこなのかわからないようになってるんですね。つまり、単にその配送ルートだけを示すことで、より迅速に配送ができるような仕組みを作っていると。で、今の東京大学の実験の結果はこんな感じになっていますと。配送成功率が 98%、 不在配送が 91% 減、で総移動距離が 5% 減少したということです。まあ、一方でこの取り組みには課題もあるそうです。で集荷とか時間指定とか宅配ボックスなど、実際の配送条件がない理想的な環境でやっていたと。あとは配送未経験の実験参加者、つまり本当のドライバーさんがやっていたものではないということです。ということで、先ほど横須賀市さんがこの取り組みに参画したということで、これからは横須賀市でフィールド実験を行って世界初の取り組みとして具体的な準備を推進していくと。皆さんは結構 Amazon で荷物買われますでしょうか。もう私はもう週に1回ぐらい届いてですね、実は後ろにも
あの段ボールがあるような状態なんですけれども、やっぱりこれからもう家にいるのが当たり前みたいな、会社にも行かずスーパーにも行かないみたいな時代が来るかもしれません。そうなった時にはこうやって AI を活用することで不在配送という社会課題も解決できるというとても面白い事例だったなというふうに思っています。今後はですね、もしこの電力データを使うことができれば、例えば孤独死を判定できたりとか、他にもなんかいろいろな活用方法はあるのかなというふうに思っていて、だからこの身近なデータの活用というのはこれからも非常に注目だなというふうに感じております。はい、今回は佐川急便さんの AI を使って不在配送をなくすという取り組みについてご紹介させていただきました。この動画を見て良かったと思った方はぜひグッド評価をお願いします。またコメントもぜひいただければと思います。でこのチャンネルではですね、日々 AI に関する情報を発信させていただいております。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではここまでご視聴いただきましてありがとうございました。さよなら。